こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。5月23日、はい、はい、もう半ば過ぎちゃいましたね。ちょっとなんかもう湿気できましたね本当にそうですよね。だんだんこう梅雨に入ってっていう感じなんですけれども。そうですね。何かこう爽やかな話題はありますでしょうか。爽やかなのかどうか分かりませんが、はい、まあ、小泉進次郎さんが出ると大体爽やかな気持ちに皆さんなっていただけてるのかもしれませんが一緒に2020年以降の経済財政構想小委員会っていうのを、まあ、今年の初めからやってまして、はい、そこで一つ提言を出したんでですね、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、厚生労働省の在り方についてという提言をさせていただきまして、これ何かっていうと、昔はですね、昔って言っちゃい、昔ですね、厚生省と労働省だった時が2つにね、分かれてた。そうなんです、分かれてたんですね、最初は。でこれ一緒にしようって言って、隣の岡山県の選出の橋本龍太郎さんの時に、はい、まあ、行政改革って言って、その分かれていることが、まあ、合理的じゃないので一緒にしようということになったわけなんですね。で実際今どうなってるかっていうと、大体ですね、厚生労働省が持ってる予算っていうのは、まあ、40兆円ぐらい、うん、まあ、なんでかっていうと、まあ、年金とか病院に行った時に負担が1割とか3割で済みますよね。ああい う, こう医療系の費用とか、あと介護、この辺の一番大きいお金が全部あそこに集まってるので、はい、まあ一つの省でですね、国の予算の半分ぐらい持ってると、これは大きいねっていう話と、もう一つはその子育てって私たちは思うじゃないですか。でも保育は厚生労働省でも幼稚園はこれは文部科学省というように分かれていて、でも子育てっていう意味では一緒だよねとかですね。でもう一個の問題は、なんでこんな話がちょっといろんな提言をしたかっていうと、実はですね、厚生労働省の法律だけ全然通らないんですね。どうしてですか？実はこれから変えなきゃいけないことって、まあ、日本っていっぱいあるんですけど、まあ、一番あるのはやっぱり寿命が伸びてると。だ人生100年時代がまさにもう今来ていて、金さん銀さんが有名になった時代ありましたよね。あれ私調べたら1992年だったんですよ。であの時は100歳で元気な方が珍しかったから、あれだけ金さん銀さんテレビ出てたわけですけど、今全国に8万人ぐらい100歳以上の方いらっしゃると。でもう30年すると50万人になると。ですから100歳当たり前の時代の、社会保障の仕組みに変えなきゃいけないんで、いろんな法律変えたいんですけど、厚生労働省から出てくる法律ってのは厚生労働委員会っていう一つの会議体でしか審査ができない。そうするといっぱい法律が並んじゃうんですね、順番待ちがいっぱいあると、はい、でも、まあ、まさにその改革があるので揉めるんですよね。だから野党の人からするとそれは許せないとかですね、いや、でこっちの厚生労働省の法案を通すんだったら別の総務省の法案も通さないからなとかですね、こういうことが起こったりして、そうなんです。でもう全部止まっちゃってですね、だから毎年なんか本当は10個ずつやりたいのに、なんか3つずつぐらいしか通らないと。だから日本のことを考えると、もっと早く、でいろんな人で議論をしなきゃいけないんだったら、省を分けて、例えば3つに分けたら3つの会議体で審査ができるようになりますし、で一方でその今まで一つの大きい組織の中でやってた人が分かれると、まあ、機動的にいろんなことができるようになるんじゃないかっていうので、はい、厚生労働省を分けた方がいいんじゃないかっていう提言をさせていただいたんですね。で他の国でも今は全部日本は一つですけども、3つに分けてる国と2つに分けてる国で、3つの中でもその社会保障系だから年金とかが医療介護とかが全部一緒になってる国と、労働だけ外して労働と年金が一緒。なぜなら働くことと年金をもらうことっていうのは結構つながってるので、そこは一緒で、子育ては別みたいなこうパターンがあるので、まあいろんなパターン見ながらですね、見直すっていうのがまあいいんじゃないかっていうのを提言させていただいたというのが今回の提言しました。はい、そこからどういうふうになるんですか？はい、自民党の中で提言をしたので、はい、自民党の政策の責任者が今稲田朋美さんで政調会長になります。はい、ここに提言をしました。でそうすると稲田さんからこれを受け取って、そうだなって納得をしていただいたら、じゃあもう一回党内にそれを検討する組織を作りなさいっていうふうに降りてきていただいて、でそうするとその組織ができて、今度はそこから新しく具体的なさらに提言を今度は厚生労働省に対して出していく、こういう流れになっていきます。じゃあ早くしていただけたら
いいですね。そうですね。そういう意味ではだいたい予算とかが決まっていくのは年末までなので、はい、年末までにはいろんな具体的な策を提言をさらに出していくっていう形で、次の時代に合う形に持っていきたいなと思っています。はい、こういうことをお知りになりたい方は何かホームページを見たらいいですか？そうですね、私のブログにその提言の本文も書かせていただいたり、まあ、どういう意味があるのかっていうのですね、書かせていただいてますので、小林文明ブログで検索をしていただいたら読んでいただけます。ぜひ読んでください。はい、それをご覧になってのメッセージなどもお待ちしたいと思います。メールアドレスは devan@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849208765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページからフェイスブックへの投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧ください。この番組は高和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はふにふに実行委員会代表宇多智美さんと副代表三好八重美さんをお迎えしています。宇多さん、三好さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。バッチリ合います。アイコンタクトがしっかりできましたね。通じてます。通じてますね。通じてますね。だけど宇多さん、三好さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふにふにの実行委員会ということなんですけど、ふにふにって何ですか？こちらの女性応援イベントとなりまして、はい、今回で2回目になります。なるほど、女性応援するイベント。はい、ちなみにどういう意味なんですか？こちらはですね、ふにふにという言葉が女性らしさ、柔らかさという意味も込めまして、それで付けさせていただいて、あとこのロゴですね、ふにふにとローマ字で書かせていただいてるんですけど、 FUNI で愛を逆さまにしてびっくりマークにしてもらって、そうするとファンファンということで、出店者側もお客様側も一緒に楽しんでいこうというイベントになってます。なるほど、はい、確かになんかすごい柔らかい音ですよね、ふにふにって、ふにふにしてるわけ。ふにふにする。でもふにふになんですよね。ふにふにでちょっと上げてる。ふにふにで上げ系なんですね。上げ系で。しかしこの女性応援イベントっていうことなんですけど、はい、なんでこれやろうと思ったんですか？はい、私自身が自分で自宅でエステをしておるんですが、エステのイメージっていうのがとても悪かったんです。私のイメージとして、まあ高額だったりとか勧誘だったりとか、そういうイメージが強かったので、そのイメージを変えて効果も出るし、お手頃でそういうものがエステがあったらいいなっていうことで立ち上げて、で皆様に福山の方とかにもエステを身近に感じていただきたいということで、で三好さんも耳つぼをしてらっしゃって、はい、ネイルもされてるんですけど、それの良さを福山の方みんなで知っていただきたい場所を立ち上げようよってことで、はい、させていただきました。なるほど。ということで、三好さんの前にこう、はい、耳がでかい耳が、ねね、大きくなっちゃったみたいな、こういう感じのやつね、はいはい、しっかりツボ書いてありますね。書いてある、表も裏もあります。あ、私肩こりひどいんですけど、どっか効くとこあるんですか？あ、これね、ちょっと今ね、ヘッドホンつけてるんですけど、はい、この耳の外側のこの溝っていうのが肩のラインになってるんで、はい、ちょっと耳を揉むだけで、普段の健康に役立つっていうのは本当はあるので、知らない方にやっぱり知っていただけたらなっていう思いはいつもあります。はい、なるほど、まあ、そういう機会になるんじゃないかっていうイベントだと思いますけど、はいはい、これちなみにいろんな方々が出展をされるっていうイベントですね。はい、はいはい、出展をされてます。はい、これがこのイベントが女性が主役でテーマがありまして、はい、食、あと知、美、癒し、あと縁というのがありまして、それを一緒にして、それが輝くという方につながったらいいなというイベントになっております。はい、で今回16店舗の出店。16店舗、はい、多いですね。多いです。前回7店舗だったんですが、はいはい、16店舗になっております。パワーアップして倍になりましたね。はい、はい、というわけでちょっとお店の紹介していただいていいですか？はい、では実行委員が今4名おりまして、私ウタがフェイシャルエステで参加させていただきます。三好副代表の方が、はいはい、耳つぼセラピーの方で、母心というサロンの方で参加させていただきます。でシュクレさん、これは千葉の方
方から出店していただくんですが、今話題のスーパーフードを使った焼き菓子、あとスイーツを販売してくださいます。スーパーフード、はい、スーパーフード、スーパーフード、スーパーフードって何ですか。スーパーフードは完全オーガニックのもので、はい、効能がすごい突出している、目にとっても良かったりとか、そういう古来からこう親しまれてきたチアシードとか、うん、アサイとかそういうものを使って作った焼き菓子です、はい、ここはお砂糖とか調味料とかそういうのもこだわられて、健康とか美に対してとても勉強されてる方なので、はい、脂肪につきにくいお砂糖だったりとか、はい、チョコレートもカカオもとても高級なものを使う、でちょっとやっぱこだわり持って違った、今までと違ったスイーツで、しかも美味しいもので安心して食べられるものを作ってらっしゃる、はい、すごいです。わざわざ千葉から、千葉からご出店いただいてます、はいはい、あとチというところでアイカラーカウンセラーという田野辺さんが参加されるんですけども、はい、これも12種類カラーっていうのがいろいろ変わるんですけど、その人によってお誕生日でカウンセリングしていくんですが、人とのこれからのコミュニケーションだったりとかもきっかけになれたらなという形で出展していただいてます、はい、はい、あとはエンガーデンという方でオーガニックティーの販売をしてくださいます。でこの方もすごくこだわられて、いろんなこうオーガニックの紅茶だったりとかお茶を取り寄せて、今回10種類弱ぐらいですかね、はい、して参加してくださいます。いい香りしそうですね、これいい香りしそうですね、本人もすごい本人も癒される感じですね、気持ちがね、はい、あとご存知かと思われますが、福山バラードさん、町本さん、はい、バラジュース、バラジャム、バラアイスの販売をしてください。は工房クラノーラ、はい、村上さんですけども、はい、これはもう手作りのグラノーラ、はい、そうなんです、はい、昔のねお店があるんですけども、はい、そちらがすぐ売り切れると言っていいのか、すごい有名なんですけど、ちょっと多めに作ってきてくださいってお願いはしておるんですけど、はいはい、あと農家檜山さん、はい、これもセラで畑をお持ちになって、無農薬でお野菜をお米を作ったりしてくださって販売してくださいます、はい、あと美の部門でソルロセンさん、これ東京のサロンの方が、はい、カッピング、スライドカッピングの方で参加されます。これカッサがついてるんですけども、カッサをしながらカッピングをしていきますので、はい、もちろんマッサージ効果にもなるんですけども、脂肪に直接働きかけるので血流も良くなりながらスリムになっていくという、カッサっていうのはですね、こうそうですね、こすっていくっていうか、なんかこう流していくみたいなイメージですよね。はい、プレートみたいなね、そうですね、できる、はい、ストーンであったりとか、はい、いろんな材質が造形だったりとかあるんですけど、それでさせていただきます。あとビーダさんは筋膜リリース、こちらも今話題の筋膜、骨と筋肉の間にある薄い筋膜をどんどんほぐしていって可動域を広げるという施術になっております。最近注目ですよね、注目です、筋膜リリース、はい、さすがですねあとエトワール・アッシュワーさん、これグルーデコさんで、スワロフスキーを土台に自分で埋めていくというワークショップをしていただきます。ローズビューティーさんは、修正メイク、今しているメイクの上からこのようにした方が小顔に見えますよとか、そういうアドバイスもしてくださいながらワンポイントメイクをしてくださいます、はい、で癒し部門、これほほえみ屋さんといいまして香川県から出店していただくんですけども、はい、布ナプキン、ちょっと知らない方もおられるかもしれないですけども、普通のナプキンよりはやっぱ布ナプキンの方がやっぱり体にとってもいいということが分かってきまして、手作りで参加していただきます。でアトリエ K さんで、ポーセラーズのワークショップと、あとタイルクラフトを作っていただきます。ポーセラーズご存知ですか？ポーセラーズ知らないでしょ。ポーセラーズの陶器に、はい、特殊なシールなどあるんですけど、シールお水でふやかして陶器に貼っていくことによって、それを1週間ぐらいかけて焼くんですかね、1日ぐらいかけて焼いて、一瞬高温で焼いて、高温で焼いて、そしたらもう柄として、はい、柄として、はい、食洗機にもかけれちゃうという、オリジナルのね、はい、はい、カップができちゃう、はい、そうですね。あとハンドメイドシュという方でバラグッズのワークショップをしていただきます。
こちらもすごく簡単なんですが、すごく可愛いものが出来上がります。お子さんでも参加 OK、 はい、お子様でも参加 OK です。あとディボルト by ミーコさんという方で、こちらの方は、オーダーのオリジナルアクセサリーといいまして、いろんな石を持ってきてくださいます。それでこれがいい、これがいいっていう形で選んでいただいて、ピアスだったりとかペンダントだったりとか、そういうものをその場で作っていただけるという形です。あと雑貨もすごく可愛いですので、はい、注目になっております。はい、以上16店舗になります。すごいですね、女子力アップですよね。え、はい、わざわざ東京とかね、はい、千葉から来られる、はい、すごく福山が好きということで、参加していただくことになりました。でも私このグラノーラ初めて知りました。向かい島で作ってらっしゃるんですね。作ってらっしゃって、すごい古民家のような、はい、隠れ、ね、あの工房みたいな感じで、ご家族ですかね、であの手作りでされててですね、はい、もうやっぱりあのこういうイベントなどにはここ福山でも出店されること多いんですけど、大体本当にもう出たらすぐ売り切れちゃってるんで、あのちょっとあの機会を狙ってはすぐ買っちゃったりとか私もします。美味しそうですよね。美味しいですよ。めったに出会えない口や豚食料などは ね、もう一堂に会して、はい、そこに行けば収録で会えるっていうことがすごい魅力だと思いました、はい、さあそれではこの辺りでちょっとブレイクです、はい、では歌さんのリクエスト曲をお届けします、はい、Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きをどうぞ。今夜はゲストにふにふに実行委員会代表宇田智美さんと副代表三好八重美さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あの前半16店舗の魅力もご紹介いただきましたけど、はい、ステージもあるんですよね。ステージもあります。ステージもあります、はい、ちょっとステージご紹介してください。はい、じゃあ、 あの三好の方から紹介したいと思います。メインステージっていうのがありまして、いろんなこう団体さんが来ていただいたりとかするんですけど、あのまず最初に1時にですね、はい、あのママラジ、こちら の、 あのラジオ番組ママラジから発生しました、はい、あのママコーラス団体の M ソングエイド、はい、でこちらがあのちょっとコーラスを、はいはい、披露するという形になります。で、はい、1時半からは、こうママのフルートアンサンブル、こちらがあのステージの方で演奏してくださいます。ファムさん、はい、ファムさんですね。はい、はい、これも意味があるんでまた当日なんでファムというのか聞いていただいたらいいと思うんですけれども、はい、あの2人の女性 の、 あのフルートの演奏になります、はい、とても素敵なのでね、ぜひあのステージに注目していただきたいと思います、はい、であの時間の通りに行くとですね、次にあの女性就職応援トークショーってありまして、はい、こちらが2時半になります。はい、あの子育ての女性、あ、子育てがそろそろ終わろうか、あの就職したいなとか、あとまたあのいろんなこう今 の、 あのこちらイベントに来ていただいて、あの楽しんでいるところからちょっと資格を持ってる、あの資格講座を持ってるメンバーがいますので、ちょっとそちらの紹介もあのしていただいたり、あ、してさせていただいたりですとか、あのそういう時間もあります、はい、でですね、3時半からはあの食育トークショーというのがあります。でこちらの方はあの女性応援イベントということですので、あの女性というのはやはりあの家庭の健康をあのしっかり、ね、責任持ってあのされていると思うんですけれども、やっぱり生きることっていうのは食べることであるということからですね、あの今のこの日本のね食の現状っていうのがあると思うんで、あのいろんなことを起きていることっていうのを知っていただいたらっていう意味であのトークさせていただきたいいいと思ってます。これはあの歌と三好があの話しますのでですね、あの今ほらよくねあの食育っていう言葉が定着してきてますけども、小林さんご存知だと思うんですけど、なぜそんなに今ね言われてるかっていうこととか、その辺も踏まえてあのお話しさせていただきますのでよろしくお願いいたします、はい、でですね、この大鳥のこのステージの大鳥、あの4時からはなんとこの太鼓ユニットガリュウさん の、はい、あのアコースティックライブ&トーク、これがね、最後にありますので、皆さんこう1日ずっといていただいたらいいっていうことになっております。楽しめる、はいはい、でもこれ面白いなと思ったのは、はい、なんかこうトークショーがあるっていうのは特徴ですね。そうですね、このイベントはちょっと他のイベントと違う感じです、はい、でも就職のテーマが入ってるっていうのは何でなんですか？あのやっぱり
こういうただ楽しみに来るんじゃなくて、こういうの見て、あ、私もなりたい、ここのチラシとかポスターにもあるんですけれども、なりたいっていう風にちょっと意識が変わる、きっかけになればということで、いろんなお店だけじゃなくて、トークショーがあるこのステージっていうのを組んだんですけれども、そうやって私もこうただ楽しむんじゃなくって、提供できる側に変わりたいっていうことがあれば、私たちがやり方じゃないですね、自分たちの経験をお話しして、そちら側に行っていただいたり、子育てがそろそろ一段落する方に、子育てとお仕事その両立するその体験談っていうんですかね、そういうこととかも交えてお話ししたいなと思ったってことなんです、ね。なるほど、はい、でもなんかね、そっち側に行って収入もあるかもしれませんけど、充実感とか、そうです、ね、達成感とか、こういうのもありますからね、はい、やっぱりこう生きてくっていうのは QOL って言いますけど、生きがい、やりがいっていうところを見つけるのが、やっぱ女性が元気じゃないとね、世の中明るくならないと私たちは思ってます。おっしゃる通りです。そう思います。ぜひよろしくお願いします。そうです、ね。はい、だから食育も重要ですよね。やっぱり健康じゃないと始まらないってのありますからね。はいはい、我々もすごい気をつけますけど。気をつけますか。気をつけます。反省もしながら気をつけますけど。やっぱ重要だなと思って。何か気をつけている食事だったりとか、はい、体のメンテナンスはどのようにされておられるんですか。ですね、まあ、基本的には週2回なんかトレーニングを体しようということで、家なのかジム行くのか、お、家でも、はい、どっちかにしないとなかなかずっと行けないので、まあ、家でもできる運動っていうのをちょっと教わってやってるっていうのと、はい、やっぱ食事は最近本当に気使ってますね。あ、すごい、はい、ちょっと夜はご飯抑えめにしようかなとかですね、はい、ちょっとパン控えめにしようかなとか、糖質をちょっと抑えようかなとか、素晴らしいですね、やってます。あんまりこう、ね、基礎代謝を上げた方がいいんじゃないかって、はい、素晴らしい、一生懸命やってますけど、正しいですか。素晴らしいです。正しいのかどうか分からないですけど、正しい、ね、はい、あと青汁飲んでます最近。すごい、なんかこれ青汁飲んでるってなんかなと思いながら、でもすごい好調なので、あ、いいですね、若いうちからやっぱりケアしないと、はい、はい、後で出てくるんですよ。そうですね。あ、そうなんですか。そう、本当なんですか、なんか蓄積しますとかっていうのは。そうですね、うん、まだお分かりにならないかもしれないですけど、これぐらいになるとね、蓄積していきますよ。蓄積感があるんですね、はい、早めに気をつけないと。なんかこう身近にできるこうケアってあります？身近にできるケア、はい、お体ですか。そうです、食でも体でもいいです。食でもその辺をこのトークショーで話して、ちょっとくらい出してもらう。やっぱりね、問題点っていうのが現代日本食どうしてもあるっていうことがあると思うんですよ。ちょっとここでは言えないんですけども、まあ例えばよく言われるこう食べ物の裏を見て買うですとかね、はい、いいものを取るだけじゃなくって、ちょっと環境のことを気にしてみるですとか、ええ、うん、なぜこう無農薬がいいのかっていうこととかをご自分で調べるのがコツかもしれないです。あ、はい、でもなんか気にし始めるとそれも楽しいですよね。そうですね、うん、これ見つけたとかって、うん、そうですね、はい、そうですね、体には食べ順がすごいですね。食べ順って、あ、食べる順番ですね、はい、すごくいいです。白いお米はちょっと、後から一番最後というか、そういう感じで、ね、確かにアドバイスもさせていただいて、野菜から食べ始めましょうみたいな、はいはい、野菜とか海藻類から、はい、召し上がっていただけると、はい、なるほど、そういうことなんですね。あれなんでなんでしたっけ、吸収の時間を、そうなんです、後からこう油とかそういう脂肪分を吸収されにくくする、はい、はい、最初に食べると、はい、なるほど、そんな話もしていただきます。ちなみにこれいつどこでやるとしたっけ？はい、はい、6月の4日土曜日10時半から17時まで、はい、場所は福山市西町のエフピコリム9階スカイホールスタジオ A で、はい、イベント開催してます、はい、はい、というわけで6月4日ですね、はい、10時半から、はい、エフピコリムの9階ですね、広いスタジオです、はい、はい、ということですね。これなんかお問い合わせとかってあります？お問い合わせはふにふに のフェイスブックページもありますので、そちらを検索していただいてメッセージをいただくか、あるいはメールでふにふに2015@gmail.com っていうのがあります、は
ふにふにはあの FUNI ですので、はい、かしこまりました、はい、じゃあ皆さんお楽しみ、はい、じゃあ大成功祈ってます、ありがとうございます、はい、今夜ありがとうございました、ありがとうございました。今夜のゲストはふにふに実行委員会代表宇多智美さんと副代表三好八重美さんでした。楽しそう、女性の笑顔ですね、本当ですね、あ、男性が言っても大丈夫です、あ、大丈夫なんですか、はい、あら、女性が輝くためのものですけれども、なるほど、それを男性にも見てもらいたい、ね、確かに、それいいことですね、はい、はい、というわけで男性も OK ですから、じゃあぜひ6月4日見てみてください、はい、ということで今夜はもう私がとアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組はコーアブスタン金ソ22の提供でお送りしました。